柏木のビデオ始まるぜ。見てくれよな。バッチリだぜ。ここはとある関西のダム湖。なんだか変な親父が一人。浮きはなんか膨らまして、何やってんだろうねこいつは。よし、こんなもんでいいっしょ。ね。よし。で、カメラさんちょっと寄ってくださいね。とりあえずこのフロート膨らますときこの虫っちゅうのを取って膨らますんですね。で、これを手で捕まえて、素早く、こうやって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 ネジ回しになってるこれでつけるんですね。で、ツバをちょっとつけて空気も出し、OK! これでいいですね。最高。おお、何やってんの柏木。あ、初めか。危ねえよおめえよ。何やってんだよ。いやカモフラだったから見えなかったんだよ俺。夏はフロートかなと思ってた。フロートチューブでここやるの、うん、大きいんだよここ。何が湖、うん、大丈夫。全部攻めれる。どうしよう。いや全部は攻めれないけど、うん、いる場所知ってんの俺は。プロなの。知ってるの、うん、釣れんの。フローターいっぱい釣れんの。フローターで釣れんの。そう、俺だっていっぱい釣れるよここ。フロートのがいいんだって。夏だよ。うん。やっぱ夏は日焼けにフロートだよ。汗かいてる。フロートじゃなくても俺日焼けてるけど。汗かいてるし、うん。早く入りたいの俺は。うん、やんの釣り。寄るよ。あ、何？バス？バス寄るよ。もうヘラやろうか。ヘラじゃないの今日。バス。あ、そうなの？うん。いやあちいよ。フロートで行くわけね。うん。うん。行ってらっしゃい。いってらっしゃい。やるの釣り。やるよ。コーヒーかけない。え？どっちか先に1本釣ったらコーヒー。いいよ。よし。いいよ。35センチ以上だ。いいよ。よし。うん。じゃあ、あれ、昼に待ち合わせな。うん。バイバイ。バカだね、柏木。ねえ、ここでかいんですよ。でかいの、やっぱ。バスはボートだよ。あ、行ったよ、あいつ。バイバーイ。バイバーイ。じゃあね。バカね。いや、だから私はボート出し出してね。バホバホとバスちゃうかと思うんですかね。じゃあね。バイバイ。大体何人だ、フロートの方。なんせバスボートにポイントに近づけるんだね。コーヒーはいただけだな。やっぱフロートでしょ。ルル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 。なかなか真似ができない。全身走行。ほら、柏木が遊んでる間にね、私は楽しんでるわけですね。いきなりする、うん、バースですよ、バース。でかいのこれ。あ、まあ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 ってとこですかね、まあ、バースが水に見えますからね。あれ、これトップウォータービデオなんですけど。これだってワームのあれでしょ、ボトムフィッシングビデオでしょ。いや、トップウォータービデオなんですけど。何やってんのこのおじさんは。やっぱフロータいいね。あ、浮き輪っつうやつ。そう、ね、それ。湘南でよく見やすよね。そう、うん、結構引いてるね、うん、なかなか。あれ、でかすぎる。俺ですね。これ50アップじゃない。ごめんね、50アップですよ。あ、何使ってるの。ウォータースニックですか。やっぱりボトムのビデオですね。おお、また釣ってるよ。あ、またでかいですね。これまた50アップですね。ジュゲット違うね。ですね。おいおい、もう12時半だぞお前。約束の時間30分も過ぎ、最低。俺なんかボートに入れ食い。どうかな。まだやってるよ、そこで。柏木、帰ってこーい。俺はもう40アップバカバカ釣ってるし、50アップも釣っちゃってるし、柏木はまだ30センチ1匹でしょ。これでボートじゃないとダメだってのはよく分かったでしょ。言ってんだよ、ブスは違う。ボートはやっぱりバスだよ。わけわかんねえな。まあ、のっけからまた2人で漫才ですね。うん、さあ、トップウォータービデオ行きましょうかね。やっぱ朝からあそこでしょ、カメラさん。で、ジュースも届きましたら、初心船。やっぱあれでしょ、水中の島、あれしかない。静かに行きます。
あ、ポイントが潰れましたね、これ。気分変えての一発目はこれ。やってくれるよね。お約束でしょ、やっぱ。まだまだやってくれそうですね。ポイントが潰れました。アフター。あかん。なんかよくやってますね、これね。人生が終わりました。ポイントが潰れました。だーくそムカつくな。もうこうなったら全部ポイント潰してやる、しよう。何やってんの。うらえ、ポイント潰し、恐怖。もう誰にも照らせない感覚。何考えてんだよ。普通でしょ。何とうのか。さてと、朝一はこれですね。大阪の友達にですね、大阪弁で その喋ってくれって言われたんだよ。ほな行きまっか。ナイスですね。見ましたか、カメラさん。さっき潰したポイントですよ、あれ。バカなバスですね。ほら、2投目から。おらららら、おらららら。小バスいじめを楽しんでます。おぉ。何やってんの。いや、どっちにしようか迷っちゃってさ。もう、群れてますね。おぉ、入れ食いですね。おお、コバスの嵐。ああ、グッド。オートリリスってやつですね。面白い。すごかったよ。かわいい。もう下に100匹もです。バレロ。こいつ外し方下手ですね。ほら、むずいぞ。いっぱいいるじゃん。すごいですね。なんかバスが下にいっぱいいますね。めちゃくちゃやってきてますね。僕にもちょうだいなんて、もう僕にもちょうだいみたいな。もう1時間やっちゃったけど、これでたまにでかいのがバーンと食っちゃうんですね、バスは。勉強不足ですね。あ、勉強不足ですね。あ、これじゃバレませんね。よいしょ。いい、はい、あれ好きですね、柏木先生。大好き。よし、グッ。大物ポイントですね。あちらですね。あのいやらしい形の木、見てください。とりあえずここ一発ビシバシと一服してから吸います。なんかタバコが出てきましたよ。今のシーンみんな分かったでしょうかね。この絶妙なアクションは誰にもできませんね。うまいな、俺は。そんなことないって。うん、その華麗なキャストも難しいですね。あれ、俺実は俺が投げてるんじゃないの、あれ。おいおい。だ。魚釣れないっすよ。このくわえタバコでその撮影できちゃうっていうのはやっぱり自分のビデオのいいところですね。何でもありですね。うん、男性スポーツは自分ですからね。まあ、わがままばっかしですね。いいんじゃないですか。俺だってやったことないよ。いつもスタッフにちゃんと気使ってさ。だけど、やれるあなたはすごい。やっぱ日本一のわがまま野郎ってのは柏木のことですね。やっぱり。うん。うらめちゃ華麗なキャスト。できないね、なかなか。言ってろよ、このハゲ親父。おめえな。人のこと言えないくせに、デブ。ぐさ。もう一回投げてもうダメだなと思ったポイント諦めて巻き取りながら次のポイントを見てもう投げる準備に入れるようになったらトップウォーターの鬼ですね。おお、すっげえじゃん。おお、最後グーですね。やれてる。強いですね、ここも。なかなか。
カメラさん見てください、これここにかかってますね。これはですね、どういうことかっていうとですね、まだその食いつくまでの活性がないんですよね。だからそばまで寄ってきて、こうどうしようかなってこう、なんていうんですか、吸い込むんじゃなくて吹く感じのこのガブっていう食い方してるんですね。本当はもっとこう食い気味の時はゴボッとこう吸うんですよね。吸られてますね。村田はじめって書いてありません？どこに書いてあんだよ。ああやって話すの好きよね。バスは立てて話すとテールワークするんですね。まるでどっかの会社ですね。ありがとうございます。読めてきたぞ。読めたら強いぞ。漢字は読めないんだけどね。と言いつつ、なんかあそこの木が何とも言えないその魅力を醸し出してますね。ふらふらふら引っかかっちゃうな。ラッキーですねと思うでしょ。ね、違うんですよ。ちなみにダブルフック、ね、これだと引っかかんないの、ほら、ね、でフッキングが3本バリューでいいの。本当は1本のがいいんだけどね、1本だと引っかかっちゃうんですよね。ふりゃふりゅ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 。ギルがチュパッチュパッてやってますよ、あれ。ほら引っかかってんだよ。合わせらんないでしょ、そんなチュパチュパやったって。もう何なんでしょうか、あのギルは。引っかかってる側にチュパチュパやってんの、ほら。まだほら引っかかってんの、合わせらんないの。俺はもう見てください、カメラさん、ギル攻撃食らってます。あら、バスもいましたね、船が。もう引っかかって合わせられないのに、チパチパ。ほら、まだいますよ、これ。何なんでしょうか。何やってんだよ。全く笑えるな、本当に。もういいシーン撮らせてくれるよ、君たちは。もう、ね、最高おかしいですよ、今の。引っかかってるっちゅうに寄ってたかって、チュッパチュッパチ。やだやだ。いいシーン撮らしてくれるのはお前だろ。お前が一番面白いんだよ、ほんと。うん、グッ。いいとこ入った時は必ずポーズつけるんですね。これはもう基本ですね。いいポイント入った時はこれですね。一人でもこれ。初めもやるもんね。もうやるよ。ガッツポーズの柏木、その目の前にはなんとバスですね、これ。すごいバスですね。全部バスですね。鯉とか船じゃないですね。いやー、すごいな、このバス。40センチオーバーが100匹。もう群れ。バスですよ、これ。どこにいよ。いや、参ったな、おじさん。おい、一匹反応して、ほら。あ、いるいるいる。すごいですね。あ、濁いですね。濁いじゃんかよ。なんだ。濁い。あー、びっくりした。俺、目悪くてさ。すごいよ。メガネしろよ、メガネよ。まったく、もう焦っちゃうじゃねえかよ。うわ、あの奥に投げたい。突
で現れた絶好のポイント。こういうところにはランカーが潜んでいるわけですね。可能性大、期待できそうですね。見ててくれ。入るです。プロです。よし。あっ。ああ。やったね。たくさ。バレよった。カエルでしたね。カメラさんは見てましたよね。やっぱこれですよ。ここをこうやって投げて、投げの入れの。ブンブンガバ。バレちゃしょうがないですけどね。自分のことよく知ってんじゃん。ここで少し柏木流レッスンコーナー。フットコントロールはいりませんね。膝ですね。膝コンですね。ちなみに五十嵐さんはマザコンですね。違った。こういうポイントね。あぶね。こういうポイントは体をこうしちゃうんですよね。これ10年早いですね。みんなには行きますね。本来の出方ですね。バカにしてますね。マジに怒ってますね。さっきやったとこですよ。ガバガバやっちゃってる。ガバ。さっきのヤンバルクイーンは食われましたねこれ。すごいな今のは。なんかやってくれるじゃんかよ。あそこですよカメラさん。あの発泡スチロールですか。あの向こうでもやってますよ。なめてますね。バカにされてますね。すごいよ今の音。ヤンバルクイーナー食われたらこれゴバうら小バスですねこれ。大物狙いのはずがヒットしたのは小バスっすか。まあ柏木ならこんなもんでしょ。何言ってんだよ、ね、俺がやってるよ本当に。お前トップ動かねえじゃん。だってよ、だって動かなくたって俺がやると食っちゃうんだよ。そうか。うん、こうやってするんですね。やっぱぶつけて落としてギリギリですね。カポ。なんだこりゃ。こんなの使ってたの？かわいいべこれ。すごいでしょこれ。ね、今釣っちゃいますからねこれ。入れ食いで。お前動き見て驚くなよ。すごいよこれ。うん？こりゃ。見えないぞ。ほらよく見てろ。ボケているぞ。またまたこんなの作って。こんなんでも本当にバスが釣れるわけないってのに。なんで釣れちゃうんだよ。よし。おお。丸のみ関係ですねこれは。まいったな。ラスカル丸のみ。よいしょ。いい。グッ。いきまーす。おお。最後までエラーですね。持ってないの。
一発ヒットしたからって何はびけってんのこの親父。そんなに釣れるもんじゃないって。見てろって。でもやっぱ割れ先ですね。一人先にポイントに投げる、これが勝ちですね。あとみんなトップオーダーちょっとのんびりやりすぎだからね、ちょっと早めにやってほしいですね。早めって言ってもね、これが難しいんだよな。なんつったらいいのかな、その早いんだけど早くないんだよな。出るポイントは限られてるんですね。そこだけまあ攻めたらもう巻いちゃうという、ギャーって巻いちゃってまた次のポイントに投げるという。だからなんていうんですか、早いんですね。でアクションは早くないんですね。10年経てば分かりますね。ビデオを見れば分かります。スキーの話してちゃう。うりゃ。また。またラスカル。42というところでしょうかね。行きます。いいよ、じゃあもう一回。持ってないの？あ、少年にやられてるんですよ。あの橋桁の右の奥が良かったんだけど、少年がやってたんだよ、これ。すごいとこに立ってんね。すごいですね。いいよ、やんな。やんないっぱい。ここ釣れるよって子供に教わってません？そう、やっぱ地元の醤油うまいからね。親切なことですね。誰がですかね。あ、子供が親切なわけですね。釣れたか？えらい、でっかいの釣れたか？負けてますね、5匹釣ったの。それおお、やるね。ワームそうか。じゃあワーム使うよ。だってやっぱワームですね。いいですね、この田舎に来てその子供たちとのコミュニケーション。あ？おう、じゃあ行ってくるよ。最高ですね。カメラさん、あそこ見てください。あのファンタ、あれですよ、あれ見てください。あれなんですか、あれ。悲しくなっちゃいますね。回収していきましょう。でもゴミを捨てるバスマンって今いなくなったね。こんな綺麗な湖にファンタ、ね、美しくないですね。バスがいましたね。ファンタにバスついてる。やっぱりいますね。ファンタにバスがついてましたね。取る前に投げりゃよかったかな。これもまた悲しいですね。ファンタスティックってやつ。それそれ。これは捨ててほしくないですね。やっぱ綺麗なところで魚釣るとこれですよ。いいことしたから魚釣れるから。ついてないやつはあくまでもついてないって言うからな。引っかかりましたね。言った通りですね。再び新たなポイント。故障に俺のゲイリーウィッチで攻めてんだ。あれ俺いいんですけど。だって俺これしか動かねえんだ。糸落ちた。ん？これで出る。出ましたね。どっちなんだ、ちっちゃいのか。
わあ、ギルですね。ブルーギルですね。ルル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 ル。ブギョ。こんなとこかかってますね。ブルーギルの卵か。やっぱカシヤギらしいよね。バイバイ。とりあえず釣った後はね、やっぱり糸を確認しなくちゃダメですね。うん、ふん。手前に走ってましたね。驚いた。見せ合わせです。これを少年の横でやるのが得意なんですね。これも見せ合わせですね。これ同じ船に乗ってるその隣のやつがボケーっとしてる時に聞くんですね。うーとか言ってこれで遊ぶんですね。これがおかしいんですね。ポイントめちゃめちゃだな。何をやってるんでしょうか。遊んでる暇はないの。バスはどうしたんだよ。バスはこれからだよ。やっぱ遊びが必要なんだよ。ビデオはよ。そうか。リアクションさせんな。ナイスですね。引き強いですね。すーごい強い。おーすごいですよ、これほら。すごいですね。なかなか弱いませんね。いいバスですね。きーしょうしょう。粘った甲斐がありましたね。これですね。ゴールドに光ってますね。しつこいよね、今回ね。いきます。あー、テールボックしませんでしたね。あれがバスですね。スタッフに微笑みが戻ってきましたね。あの切り株が怪しいですね。よし、ラスト1頭。この切り株の上。ナイスですね。このラスト1頭の切り株の上。何ですか、今のタイミングの良さ。強いですね、引きが。おお、でかいですね。余裕超えてますね。バレちゃいましたね。どうだった？面白かった？結構釣れたでしょ。いや、本当はもっともっとね、やりたいんだけどね、カメラがもう暗くて映んないとぼやくんですよ。まあとりあえずこのビデオは今日で終わりですけども、この後僕は3日間ここに残って入れ食いをやります。トップに出なかったバスをワーム関係で根こそぎ釣ります。よろしく。あれ、もう終わり。これそう、悲しい。悲しいでしょ、これ。じ
そうなんだよ。おい、いい男。知ってますか、新しいブレスなんですけどね、裏を見ますとね、おしゃれですね。シルバーに光ってますね、シルバーに。よく知るんですよ、必ず。これが来るんですね。ペットが外してこう、フックつけちゃうんだよね。そう、うん、まだ撮ってますね。行こう。さすがスキーター早いね、これ。早いよ。疲れあれ、これあの時の二人でひそかに楽しんでいたあの川をお前はこうして紹介しちゃうわけ？俺に何も言わないで。いや悪い、でもやっぱこれとりあえずみんなで楽しもうっていうさ、ねえ、やっぱそれで行こうよ。気持ちのポイントがバレてしまう。どうせみんなが釣れないって。そうだよ、すごいですね。相変わらず柏木マジック出ますね。電話入ってる。くれぐれも俺が前だからね、くれぐれも俺が前だから俺が取っとく。でその後にまあもう何なりとこうそう違う違うこ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 うね、わかる。じゃあそこなり、ほらいきなり柏木すみませんね、私のポイントですから。俺がペットで釣ってる。うわ、しかもホップ。何やってんだよ、はじめ。トップやんない人が入れぐってる。差し上げてろ。ありがとう。人生はこういうのにかけザラすよ、ザラ。なめてんね、こいつだけ。そう。舐めてるっつったら柏木ルアー舐めてますね。あれはね、糸を結んでんの。あんな無茶苦茶なアクションで食ってる。本当お前動かしが下手だね。でも食っちゃうんですね。イメージわかんねえんだけど、いいじゃん、何食ってんの。全然ペンとか真似しちゃうよ俺それ。しばらく真似したんだよね。うん、しかし釣り人がいないね、すごいね。だって秘密の場所だもん、これ。あえて草を利用できるようになったらうまいね。うん、食べました。おお、あ、引き強いねこれ。あ、そうでもないか。あ、ここにもクリアって始める。うーわー、いやー、先生、やっと一匹目ですね。何言ってんだよ。おー、かわいい。よいしょ。もう遅いじゃないですか。こうやって釣るんですね。食わねえな。ペンチないや、始め。ない。変えよ、ペンチくれよ。ワームにペンチいらねえんだよ。落ち込みですね。落ち込みでパクだって。寝ろ。おー、行く。おー、行く。綺麗なバスですよ、皆さん見てください。おー、おー、あー、おー、おー。うるせえな俺は。はじめ、何匹目これ。4匹目。俺5匹だから。いや、今すごかったよ。クーってきてパクだって。虫を食うかのように。フォークつけようとしてるんですけど、穴開いてないですよね。どこで買ったのそのフォーク。すいません、うちで買いました。あ、水すんげえ冷たくて気持ちいい、これ。まあまあですね。うん、綺麗だよね。うん、置いときゃ食っちゃう。いて、噛んでるこいつ。アクションくれる前に食っちゃう。バーブラスですね。フロークを引くときはあんまりアクションつけた。巻くだけ。
たまにリアルに。いやー入れたいでしょカエル。普通糸切れてるよ。おお。なんだっけ GTR。GTR 強い。カエルも強いと。でも普通の人はあそこまで入れないよね。やっぱ入れたいでしょ。僕の大好きなカエルですね。ああいうところにね、入れちゃう人は偉い。柏木さんそんなとこ入れたらルアー切られちゃうよ。なんか言ってるやつは。ダメ。入れなきゃ食わない。ね。ね、とりあえず入れちゃうでしょ。気持ちいい。あれ寝てんですけど、誰ですかあれ。ああそうか、ゆうべ4時まで飲んだもんな、この日の前の日よ、うん、誰だよ飲ましたのよ。せなこと言っても皆さんの期待に応えてやってくれますね、柏木は。だってのっけからバラシ連発だもんね。いや今のオポで叩かれたんだよ。いや何の変哲もないね。こう下にこうやってポチョンと落とすとスーパクッと鳥がね。ああ言った通りでしたね。ね乗りませんね。もうここで一日やりたいよ俺。これ出ても取れるか。あら、なんだよ今。出ても取れないなとか言った矢先。すごいとこだね。関東ですよ関東。見た今の。何回でも出ますね。関東ですよ関東。寝てたから見てませんね。それより。先にスーッと来たのが見えちゃった。下手だな俺もな。あのカンカン照りの日中でもね、日陰を狙っていくと釣れちゃうんだよね。わかるかな。日の当たってる障害物の影みたいな。当たり前か。皆さん、ついにクライマックスに来ました。とくとご覧ください。ビッグワン。おお。おお。引く。おお。ナイスな引きですね。いやー参ったな。口開けほら。いや。うわ冷てぇ。嬉しい嬉しい、すごい嬉しい。勝ちだね。食べちゃっても。よいしょ。これ魚にしてみればこれあれ餌だと思ってんのかね。やっぱりナチュラルとアピールってのがありますからね。うんうん、今戻してやっからね。やっぱ俺もねインドで考えたんだけど、ね、未だにねトップに食いつくバスの考えって分かんないんだよね。うん、この木ですね。
日の当たってる影ですね。ここにバスがいるぞみたいなとこですね。クライマックスはこれでしょ。でかかったよ、初めこれ。はいはい、何がクライマックスなんだか。ほらほら、でも引いてますね。なんか引いてますね。マジかよ。モーターガードで引きずり出してましたね。いやー引きますね。ここね、水深ね25センチ。さっき今エレクトリックモーターからボーっとなんか土煙が上がってましたからね。いやー、広々ですね。おー、開けてくる。いやー、くー、いるね、でかいの。いいことじゃん。よく頑張ったね、君ね。よしよし。いやー、参った。しかし、こんなもんですかね。いやーかわいい。今何してたんでしょうか、この親父は。あそこですね。あ、覚えた、あそこか。はい、分かった分かった。ですね、明日行ってみようかな。俺も行こう。こうやってするんですね。欲張りだな。さっさとそこ投げちめっつうの。分かったよ。わあ、かけそうのこうなったバスを取りました。引きが強いです。おでけ、なんだこれ、でけ。あー、バレた。あ、ぶったねー。バカやろ。じゃあね、ゴージャップでしたね。下手くそってやつですか。悔しいよ。いや、惜しいな。でも頑張ったね。でかかったよね。でかい。ねえ、マジでかい。マジででかいよ。負けた。というわけで僕の負けです。小海川は50アップをあそこまでフックアップさせといてバラしてしまった。さあディーガちゃん帰ろう。今日は終わり。